秘宝、メジャー幹部、アスレチックスは本当にひどいチーム、悪臭を放ってる。5月3日までに10失点以上の試合が12度、同地区、リーグ西地区の他の4チームは全部合わせても10失点以上の試合が7度である。リーグ球団のある幹部は、本当にひどいチーム、悪臭を放っている、オークランドの街にとっても球界にとっても良くない、と語ったという。中日もちょっと匂ってるぞ。うんちだからね。すごいな、歴代の中でも挙げられるクラスなら相当や。中日の方がはるかにマシやろ。防御率だけなら巨人も悪臭放ってるぞ。うんこスメルチックス。先発に勝ち星ついてないとかマジかよ。全盛期川崎球場並みに観客いないからな、当然100万人いかない。メジャーのすごいとこって、こんなオワコンチームが2年くらいしたら何か急に優勝候補になることだよな。火炎放射器持ってるんだし消毒しろよ。セントルイス、ブラウンズってメジャー史上最低最悪のチームって言われてるチームやで。こんなクソチームにも放映権料が平等に分配されるからな。藤浪取ったのも理由あるんだな。 NPB には悪臭を放つチームはありませんか？藤浪を獲得したくなる気持ちもわかる。もう金を払ってしまった以上使えないから切るなんてできんか。まさかトレードで欲しい球団であるまいし。オークランドの民はみんな GSW を応援してるからセーフ。見る地獄やろこんなチーム。ご視聴ありがとうございました。